ではこのトレーニングチューブを使った肩のトレーニングをご紹介していきます。で今回は肩のインナーのトレーニングになっていきます。投球動作を行っていく中で肩をスムーズに動かしていくためにも必要なトレーニングになっていきますので、ぜひ参考にしてみてください。このトレーニングの注意点としましては、肘は肩と同じラインに動作を行っていきましょう。でこのまま前の方向に腕を倒していきます。でその際に上半身を前の方に動かしたり、また肘が後ろに引いた中で動作をしていかないように動作を行っていきましょう。では実際にトレーニングをご紹介していきます。ベースボール1